お腹周りを引き締めたい方におすすめな動画です。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、サイドブリッジアダクションというね、体幹トレーニングなんですけども、その応用編を今回は紹介します。このいいところは、左右たったの5回でお腹周り全体にしっかり効きます。前半女性向け、後半男性向けのエクササイズです。今回メリットなんですけども、腹横筋にしっかり効きます。通常は静止のエクササイズなんですけども、応用編で動的にしてますので、動くことによって腹横筋をしっかり鍛えられます。お腹全体に効くことができます。体幹がしっかり効きますので、体幹が安定することによってよりエクササイズを効かすことができます。デメリットなんですけども、まずバランスがいります。床が滑らないところで行ってください。で、次にバランスがない場合、難しくてできないかもしれません。ですが、たったの5回ですので、一緒にやってもらえたらと思います。で、今回結論として、お腹がキュッと引き締まります。で、姿勢が良くなります。体幹が身につきます。その結果的に、エクササイズをより効かすことができます。体幹がないとですね、どのエクササイズもやはり体がブレてしまいますので、筋肉にしっかり効かせられないというデメリットがありますが、体幹が身につくことで、より行うエクササイズが効果的に効かすことができますので、一緒にやってもらえたらと思います。では、説明します。まずは女性向けなんですけども、肘をまずつきます。で、手はあんまりこうやって踏ん張らないように、手のひら上向きで難易度を上げていきましょう。そしたらですね、足をつきますが、下の足の上に上の足を置いてください。これで体をまず持ち上げます。床についている部分は肘と足の側面です。そこだけでまずバランスを取ります。手を上に伸ばします。肩から一直線に伸ばします。こっから息を吐きながら、ついている肘の脇の下ぐらいまで手をしっかりぐーっと伸ばしていくことで、左側の外腹斜筋、腹直筋を使っていきます。この時に息をですね、一往復で一呼吸です。しっかり動き始めたら吐いていきます。ふーっと吐きながら手を遠くに持っていって、息がなくなりかけたら帰って、戻ったら息を吸います。これを左右5回ずつ一緒に行いましょう。息をしっかり吐くことでお腹がキューッと締まる腹横筋が身につきますから、息をしっかり吐いてください。では5回行きましょう。行きます。反対もいきます。はい、続いて男性向けをやっていきます。男性はですね、下の足をつけずに行います。下の足は持ち上げて、このように持ち上げてですね、こっからぐーっとさっきみたいに行います。床が滑ると難しいので、滑らないように行ってください。5回頑張っていきましょう。いきます。反対します。
あーお疲れでした。いやー普通のねプランクとかと違って腹直筋だけじゃなくてお腹全体腹横筋に効きますので、お腹だけがねうわーってきつくなる感じはないですけど、やはり外腹斜筋とかがねしっかり効いてるなっていうのがわかると思います。終わった後っていうのはですね、ちょっとお腹が締まった感覚皆さんどうでしょうか。多分あると思います。でお腹っていうのはですね、もちろん脂肪がこれで取れるわけではありませんが、腹横筋とか外腹斜筋とかこう適度に使うことによってですね、お腹っていうのはキュッとね緊張することができます。そうすることでご飯を食べた時とか、たくさんお水を飲んだ時とか、お腹が重たい時にですね、お腹が前に出るっていう力を少し抑えることができますんで、こうやってねたったの5回ですけども、やることでお腹を引き締まることができます。もちろんお腹の脂肪がなくてですね、もう腹筋が見えてる方はそんなにお腹が出た日出てない日ってあんまりないと思いますけども、やはりねお腹の脂肪が少しあるって方はお腹が出てる日出てない日もちろんあると思いますんで、こうやって適度に使うことによって引き締まります。そして体幹身につくとね姿勢が良くなりますんで、姿勢が良くなるとお腹の力が抜けるとかお尻の力が抜けるっていう感覚が減ってきてですね、お腹とお尻の筋肉の緊張が保たれて、その部分にも脂肪がつきにくかったりしますんで、このまま頑張ってやってもらえたらと思います。たったの5回、サイドブリッジアダクション応用編でした。勉強になった方、頑張った方、よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いします。 SNS されてる方はよかったらシェアしてもらって、拡散してもらえるとタートルも励みになりますんで、今後ともよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.